はい、じゃあ今日は先週の続きいきたいと思います。この介護の日本語ね、これで先週の続きはここからです。あれ、いなかった人がいる。入浴体の清潔の介護っていうところ、ここで、いろんな名前をこう言ってほしいんだけども、こうやって隠れてるところの言葉、これ何？これここで部屋が分かれてるね。こっちは入浴するところ。浴室。ただこっちは着替えるところ、なんていう、うん、後でゆっくりやりましょう。はい、じゃあこれちょっと大きくしますね。はい、あ、これちょっとちっちゃく、もうちょっとちっちゃくしてもこうですね。はい、ここで扉があってドアがあって、この内側と外側と分かれます。この内側は入浴するところって言いましたね。浴室ね、浴室、バスルーム、バスルーム。で、左側は着替えるところ。お、すごい。脱衣室。他の言い方は？あ、近い。更衣室。更衣室。はい、これは更衣室ね、更衣室、浴室と脱衣室または更衣室、着替えるところですね、これね。じゃあ順番にいきますかね。あれ、はい、これは何ですか？シャワー。これは？シャワーカップ。うん、シャワーカップね。シャワーと、7番がシャワーと、8番はシャワーハット。シャワー。ハットだよね、そこあるのね。キャップはこうかぶるんだね。はい、6番は鏡。ここに2つあります。何かな、1つはシャンプーです、リンスね。シャンプーとリンス、シャンプーとリンス、シャンプーとリンス。リンスは何するんですか？シャンプーの後に、次はリンスにして髪をサラサラにする。そうね、コンディショナーですね、リンスはね。これは鏡だったね、6番。今簡単なとこだけどね。はい、この更衣室の中をよく見ると、これは何かな？ドライヤー。
日本語で言って。違う、ドライヤードライヤードライヤーないドライヤードライヤー、これ何かな、でっかい方は。こっちもあるね。こっちがバスタオルね。2番がバスタオルです。よいしょ。脱衣室のこと英語で何て言いますか。更衣室、ドレッシングルームね。ドレッシングルームで、バスタオル、タオル、バスタオル、ドライヤー、ドライヤー、シャンプー、シャンプー、シャンプー、あれ？シャンプー、シャンプー。リンスのことは英語ではコンディショナーというね。コンディショナーに、でも日本だとリンスとコンディショナーと別々だよね。コンディショナーの方が上等なのね。アメリカは一緒なんだ。シャワー、シャワー、英語ではシャワー、日本語ではシャワー。シャワーハット、これ英語で言うとシャワーキャップになってたんだけど、シャワーハットって言葉はないんだよね、多分ね。ね、キャップじゃないもんね。シャワーキャップになってる。鏡はミラー、浴室バスルーム。イージーワンね。はい、はい、上に上げます、下に下げます。出ました。はい、じゃあこれちっちゃい方は普通のそこまでフェイスタオルこんなにでっかくないです。普通のタオルです。タオル、これはそれ普通で言うバスマットじゃないですか。ちょっと待って、9番がタオルで10番がバスマット、バスマット。こう内側じゃないね。こう着替えるところにあるんだよ。バスマット。これは？おき。洗面器って言いますね。はい。これは洗面器、洗面器、洗面器。いいですか？これは何かな？13番。違います。石鹸。石鹸じゃないです。石鹸。石鹸ね。はい、じゃあこの椅子みたいなのは何と呼びますか？お風呂場にある、浴室にある、浴室にある椅子は何と言いますか？シャワーチェアって言うのね。シャワーチェア、シャワーチェア。はい、じゃあこのでっかいのは何ですか？バスタオル。日本語で浴槽ね。浴槽、フィリピン浴槽は少ないでしょう。ないです。ない。これターボ。タオルです。タオル。
ワスマットっていうのかな、はい、ここ開いてるね、バスマットね、バスマット。洗面器は英語ではウォッシュボウル。へえ、ウォッシュボウル、ボウル、洗面器。これシャワーチェアね、シャワーチェア。石鹸がソープで、浴槽がバスタブ、バスタブはくっついてるの。バスタブ、バスタブ。はい、非常に簡単でした。フィリピンの人も覚えてください。そういえば布団ってあったじゃない。発音違ってたよ。やっぱ僕のあったよ。Comforter、not comforter。Google で調べた。Comforter、Comforter じゃないです。布団は。掛け布団はコンフォーター。いいですか。間違いを教えられたよ。はい、今度は身だしなみに行きますね。身だしなみ、西洋っていうのかな、身だしなみ。はい、いっぱい使いますね。みんなわかる？はい、身だしなみに使う言葉、身だしなみに関係する。顔を洗うところ。お？一番何ですか？歯ブラシ。歯ブラシ。歯ブラシね。で2番は歯磨き粉、歯磨き粉、歯磨き粉。はい、3番はカミソリ、電動カミソリ。そうね、電気カミソリ。電気カミソリ、シェーバーっていうのかな、なんてシェーバー。まあ、いや今シェーバーって普通に言ってる。もしくは電気カミソリ、電気カミソリ、またはシェーバー。じゃあこれは4番なんでしょうね。ローションでしょ。スキンローションか。化粧水、化粧水、化粧水、ローションのことです。スキンローション。これさっき、これいきましょうか。簡単なのクリーム、クリームね。クリームはどこに塗るんですか。顔、顔ね。クリーム、はい。この5番は何かな。耳閉じ。え、綿棒じゃないよ。耳かきね。耳かき、耳かき、耳かき、耳かきね。これは爪切り、爪切り、爪を切る、ネイルニッパー、爪切り。これ絵が下手だけど、これ何？ブラシね。8番がブラシで、じゃあ9番は？腰、腰はウエスト、ロアバック、腰、腰、腰じゃない、腰。
のイントネーション、くし。はい、歯ブラシがトゥースブラシ。ブラシ。歯磨き粉がトゥースペース。トゥースペース。シェーバーはシェーバー。シェーバー。化粧水がローション。ローション。スキンローション。筋ローション、耳かき、英語で、イヤーピック、イヤーピック、爪切り、ネイルクリッパーって、ネイルクリッパー、ネイルクリッパー。ニッパーじゃないで、クリームはクリーム、え、アイスクリームじゃない、クリームクリーム、ブラシ、ブラシ、ブル、ブラシがブラシ、くし、これ難しいね、これ本当難しいね、コーンかける、コーン、コーン、はい、これも簡単でした。まだまだ簡単な続きます。あとの方が難しくなるからね。はい、会話に行きます。入浴の時の介護、はい、介護の場面に応じた声かけです。入浴の介護。介護の場面に応じた声かけ。入浴の介護。髪を洗う。浴室で。アルさんが介護職。小林さんが利用者さん。今からアルさんの代わりに英語で言います。それを日本語にしてください。場面はこれです。いいですか。こんな感じです。こういう場面での会話、声かけになります。いいですね。はい、はい、アルさん行きます。 Which do you want to wash first? Your body or your hair? まあ、いいんですけど、それ英語的なグラマーで、日本語の場合は先に何とかと何とかね、そう、体と髪とどちらを先に洗いますか。どちら先に洗いますか。髪、体って、それはね、よくないね、よくないですね。うん、日本語の場合は、日本語はこれを先に言いません。こういうバーブがあるのはね。こっちを先に、最後にバーブが来ます。動詞が。体と髪とどちらを先に洗いますか？小林さん、髪から洗おうかな。で、次、アルさん行きます。OK, I'll wash your hair.I'll pour warm water on your head. I'll pour warm water on your head. そうよ。Warm water. Warm, not hot water. いかんかい。髪から洗おうかなでしょ。Okay, I'll wash your hair.I'll pour warm water on your head.
何て言いますか日本語で、いきなり OK がね、 OK、 これからちょっと待って髪から洗おうかなって OK、 OK、 I'll wash your hair、 髪から洗おうかな、わかりました。何でそんなこと言えねえ。髪洗いますね。はい、髪洗いますね。髪濡らしますよ。お湯をかけますね。お湯は熱い。頭濡らしますね。水で？お湯でしょ。あれ、これが自然な会話ですよ。髪から洗おうかな。では髪を洗いますね。お湯をかけますね。これ普通じゃない？お湯でしょ。お湯じゃあお湯かけますよでしょ。はい、お湯をかけますね。その続きます。 Is the water temperature too hot for you?湯加減っていうの、入ってる時湯加減でしょ。うん、そうね。熱くありませんか、熱くないですかでね、これ自然な会話。では髪を洗いますね。お湯をかけますね。熱くありませんか、熱くありませんか。うん、大丈夫。ダールさん行くよ。うん、大丈夫。Now, let me shampoo your hair. Can you massage your head with your fingers? わかった？シャンプーしました。うん。これおかしいね。Now, let me shampoo your hair. Can you wash your head by yourself? のがいいよね。Can you massage your head with your fingers? うん、普通にご自分で洗いますかでね。これ英語はね、はい、シャンプーをつけますね。ご自分で洗いますかだよね。シャンプーをつけますね。ご自分で洗いますか。ご自分で洗うんで。すごいね。Can you massage your head with your fingers? おかしいよね。Can you wash your head by yourself? でいいよね。まあ、テキストですから。テキストですから。小林さん。うん。She's massaging.Head with the fingers. はい、じゃあ R さん行きますよ。 Now I will rinse shampoo out of your hair. Cover your ears with your hands. では流しますね。では泡を流します。耳を支え流します。流しますね。耳を、では泡を流します。耳を押さえてもらって。ああ、はいはいはい。耳を押さえてもらって。泡ってこうシャンプーを流しますね。泡を流しますねのがいいよね。耳を押さえてください。耳を押さえていただけますか。これあまり日本語そんなにうまくないね。シャンプーを流しますね、もしくは泡を流しますね。泡を流しますね。
シャンプーを流しますね。耳を押さえてください。耳を押さえていただけますか。いただけますかね。耳を押さえていただけますか。うん、押さえました。Now I'll pour warm water. There, it's done. こういう言い方するのな。Now I'll pour warm water. There, it's done. はい、there. There, it's done. お湯をかけますね。はい、終わりましたよ。で、一段。で、一段。Here 一段ね。Here の方がいいよね。で、ね。で、テキストを書いてるんですよね。はい、皆さん上手ですね。はい。シャンプーを流しますね。耳を押さえてください。うん。お湯をかけますね。はい、終わりましたよ。はい、シンプルカンバセーションで特に問題ないです。次、デイリーコミュニケーション、日常のコミュニケーション。これベリーベリーシンプル&イージー。介護の場面に応じた声かけ、挨拶です。この場面ね、挨拶です。朝の挨拶、利用者さんの部屋にいます。いいですか。ワンさんがケアギバー、ケアプロバイダーって書いてるね。行きます。ワンさんが言うよ。グッドモーニング野村さん。はい、野村さん、おはようございます。おはよう。で、ワンさん行きます。 My name is Wan. I'm a care provider. How do you do? How do you do? よろしくお願いしますね。For the first time, she met him. ね。介護職員のワンです。よろしくお願いします。よろしく。次はね、スタッフルームで仕事終わって帰る時だね。お仕事終わりました。ワンさん、職員の部屋、スタッフルーム、どういう挨拶をしますか。ワンさん、職員は鈴木さんです。ワンさんがケアギバー職員ね。鈴木さん先輩です。リーダーかな。はい、鈴木さん、I'm leaving. お疲れ様。なんて言いますか。お疲れ様です。まあ普通そう言ってもおかしくないよね。ここでお疲れ様ね。鈴木さん、お疲れ様です。で、鈴木さん、お疲れ様。で、ワンさんが、はい、I'll see you. ここで、だよね。お先に失礼します。お先に失礼します。鈴木さん、はい、また明日よろしくお願いします。ワンさん。
Have a nice day. よろしくお願いします。はい。まあこれ、ね仕事が終わってスタッフにこう帰る挨拶をするときです。鈴木さんお疲れ様です。お疲れ様。お先に失礼します。はい、また明日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、丁寧に挨拶をして帰ります。黙って帰らないですか？今度は？家族が帰る時の挨拶、利用者さんの部屋ってあります。利用者さんの部屋で家族が面会に来てました。で、今から家族が帰るとこですね。で、高橋さんが利用者さん。で、アルさんがケアギバー、ケアプロバイダー。でゆかりちゃんがこのお孫さん、孫娘さんね。こういう場面でケアギバーは何と言うかな。はい、いきます。高橋さん、 It was nice of ゆかりちゃん to come to see you。 そう、よかったですね。こういう言葉、声かけて非常にいいんだよね。はい。高橋さん、ゆかりちゃんに会えてよかったですね、とかね。高橋さん、ゆかりちゃんが来てくれてよかったですね、ね。ゆかりちゃんが、これ、キーね。来てくれて、よかったですね。はい、どっちでもいいですね。来てくれてよかったですね。高橋さんが、うん、ゆかりちゃん今日はありがとうって。でゆかりちゃんが、おばあちゃんまた来るね、さようなら。で高橋さんがさようなら。で最後にアルさんがいい声かけをします。どんな声かけするんですかね。こんな感じです。アルさんが、ケアギバーがゆかりちゃんに言いますよ。最後ね、グッバイゆかりちゃん、 I look forward to seeing you againね、そんな感じね。まあ、また会いましょうねでね。いいですよ。はい、アルさんがゆかりちゃんに、ゆかりちゃんさようなら、また会いましょうね、また来てくださいね、また会いましょうね、また来てくださいね、ね、また来てくださいね、また会いましょうね。はい、こんな感じで、いい感じでさらりとね、声かけします。はい、次は朝起きた時ですね。行くよ。はい、朝起きた時の挨拶、利用者さんの部屋どんな感じかなっていうと、こんな感じ。朝利用者さんの部屋に来ました。小林さんと言います。ケアギバーはワンさんです、ね、なんかこれカーテン開けてますね。はい、こんな感じね。いくよ。ほい、
い、ワンさんが最初に Good morning 小林さん It's time to rise and shine はい、そうね、いいね。小林さんのおはようございます、朝ですよ朝ですよ、起きましょうか。優しいね。小林さんおはようございます、朝ですよ、起きましょうか。こんなこと言ってる？起きてくださいじゃないの石田さんですよね、ストレートに起きてくださいって小林さんがうんおはようってね。で朝一番ね、目覚めてすぐだからこんな感じ。 My name is Won. I'm your care provider today. Nice to see you. Did you sleep well?はい、なんて言うの、My name is Won. I'm your care provider today. Nice to see you. Did you sleep well?今日の担当のワンです。それ最後ねよろしくお願いしますでしょ。で、うん、よく眠れました。昨日はよく眠れましたか、もしくはよく眠れましたか。いいよね。はい、今日の担当のワンです、よろしくお願いします、のとよろしくお願いしますね昨日はよく眠れましたか、またはよく眠れましたかだけでもいいですね。じゃあ小林さんがうんよく眠れたよ、でこの場面からね。はい、ワンさんが言います、 Great I'm going to open the curtain It's a nice day today。 はい、すごいね、それは良かったですね。カーテンを開けますね、今日はいい天気ですよ。カーテンを開けさせていただきますね、今日はいい天気ですよ。開けますね、まあいいよね、開けさせていただきますきますね。あね、はい、カーテンを開けますね、カーテンを開けますね、カーテンを開けさせていただきますね、今日はいい天気ですよ。小林さん、そう、じゃあ今日は散歩に行きたいな、 I want to take a walk か、I'd like to go to a walk, go, go for a walk. はい。で、ワンさんが、Good idea, let's go. いいですね。いいですね。お散歩行きましょう。はい。いいですね。行きましょう。はい。いい会話ですね。こうやって皆さん優しく会話してますか？気持ちいいよね。こんな会話で起こされたら。理想と現実本当かね、はい、そろそろ起きますね、そろそろはい、じゃあお部屋になります。お部屋の中、中にどんなものがありますか、その他生活空間、リビングスペース。
何ですかね。はい、お部屋です。利用者さんのお部屋、居室ルーム、ベッドがあります。これなんだっけ、ベッド柵だったね。はい、1番はこれは普通にドアですドア、扉ね、ドア、扉と、と、ドア、扉、ね、と。2番は窓ね。3番はこれ何、網戸ね。そう、2番が窓で3番が網戸。網戸って英語で何て言うの。ああ、スクリーンドア。じゃあ上にテカテカ光ってる4番は何ですか。電気電気電気5番はカーテン、カーテン、カーテン。6番何ですか。パソコンです。嘘です、テレビですテレビ、テレビです。あ、でも病院のパソコン。じゃあ7番、これ何かな。携帯電話。お、本当だ、携帯電話持ってるんね。テレビのリモコンかと思ったら携帯電話です。あ、7番、こっちが携帯電話だね。これはスマホ、まあいいや。8番、これなんていう、これはタンス、タンスね、タンス、タンスね。はい、じゃあフィリピンの方向けに、1番はドア、2番はウィンドウ、3番がスクリーンドア、網戸、網戸だもんね、網戸だもんね。電気はライト、エレクトリックライト、エレクトリックライト。5番カーテン、カーテンってこれだっけ、カーテン、 TV、 テレビジョン、携帯電話、携帯電話、携帯電話、モバイルフォン。タンスはなんていうの、チェストオブドロワーズ。ドロワー、チェストオブドロワーズ。そうですか。フィリピンの人分かったかな。まだ簡単ですよ。はい、ここで皆さんお掃除しますよ。よろしいですか。はい、次はいろんな、なんていう、エクイプメントとかがありません、ツールとか。こんなのがあります。見たことありますか。生活環境整備、おー、リビングエンバイロメントアレンジメント、環境、生活環境整備、まあ、いいですけど名前ね。これは何かな。ゴミ箱ね。これは洗濯機。これは乾燥機。乾燥機ね。
はい、1番がゴミ箱です。ゴミ箱。2番が洗濯機。洗濯機、洗濯機じゃない、洗濯機。洗濯機。3番が乾燥機。乾燥機、ドライヤーね。4番はティッシュペーパーね。ティッシュペーパー、これは何かな。洗剤ね。洗剤、デタージェント、デタージェント、洗剤。これは何かな。水道。水道じゃない、水道。これは雑巾だね。雑巾、雑巾。これウォッシュコースっていうの。これがバケツです。バケツ、バケツ、バケツ。これはわかるかな。お、すごい。湯たんぽ、湯たんぽ。もう施設だと使わないけど家で使ってる人いますよ、これね。ゴミ箱、ウェイストバスケット。洗濯機、ウォッシングマシン、ウォッシングマシン。乾燥機、ドライヤー。ティッシュペーパー、フェイシャルティッシュ、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 フェイシャルティッシュ、ティッシュ。ティッシュは日本語やね。デタージェント、デタージェント。洗剤、洗剤。水道、フォーセット、フォーセット。水道、フォーセット。雑巾、ダスコードね。ダスコード。バケツがバケット、バケット。湯たんぽは何て言いますか。ホットウォーターボトル。ホットウォーターボトルですって。ホットウォーターボトル、何しますか。お布団の中に入れるんだよね、これね。包んでね。あと2つは、これは何と言いますかね。新聞ですね。これは写真ですね。はい、こういうものが利用者さんのお部屋によくありますよと。新聞、ニュースペーパー、写真、フォト。はい、ニュースペーパーとフォト。はい、新聞、写真。はい、こういうものがありますよ。この中でお洗濯したり、お掃除したり、片付けたりということをしますよ。はい、次は家族になりますね。家族、ファミリー。はい、ちょっと大きくします。読めるかな。
これは父、父、ファーダー。これは母、母、母、マザー。これは夫、夫、いますか？いない夫、ハズバン。4番は妻、妻、妻じゃない、妻、妻って言ったら、あの刺身なんかにあるあの大根みたいな、あれは妻っていうの。で、妻って言ったら皆さんね、息子、息子、さん、これは娘、娘、どうだ、娘。7番は読めたね。孫、孫、グランチャイルド。これは兄、兄、兄はオールダーブラザー、オールダーブラザー。これは弟、弟、ヤングブラザー、弟。これは妹、違う。姉、姉、オールダーシスター。これは妹、これが妹ね、これがヤンガシスターね。はい、これもフィリピンの人のために行きます。はい、父、ファーダー、母、母、マザー、夫、夫、ハズバン、妻、妻、ワイフ、息子、息子、息子、サン、娘、娘、どうだ、ドーター、孫、孫、グランチャイルド、兄、兄、オールダーブラザー、弟、弟、ヤングブラザー、姉、あれ、姉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 、オーダーシスター、シスター、妹、ヤンガシスター。はい、こういう家族の名前がありますよ。フィリピンの場合は兄、兄、兄、弟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 、姉、姉、姉、妹、妹、妹、たくさんいますよね。大家族。いきましょう。次は介護のお仕事をしている他のプロフェッショナルの人たちの名前。これは家族です。仕事で関わる関係者、これ何ですか、誰ですか、医師、お医者さん、医師、医師って言います。医師、ドクター、となるとナースは看護師、看護師、ナース、ヌース。あ、これやってる人は普通の介護職員、介護、うお、介護福祉士だって。あら、介護福祉士が食事介助する、そしたら
こっちは介護職員ケアギバー、ケアプロバイダー、ケアワーカー、介護職員って言います。はい、PT さんは何て言いますか。足をマッサージしてます、動かしてます。あれあれあらら、あらら、日本語で、あらら、もう、ああ、理学療法士、難しいね、理学療法士、フィジカルセラピストね。じゃあ今度道具を使っていろいろリハビリしてます、 OT さん、なんて言いますか、日本語で。ああ、作業療法士、作業療法士。普通は PT さんって言いますよね。普通は OT さんって言います。でもオフィシャルには理学療法士 PT、 作業療法士 OT、 オキュペーショナルテラピストね。次は同じ、またリハビリですけども、はい、この人のリハビリなんですね。この人あまり喋れない人ね、発音がうまくできない人、何て言いますか。 ST さんは、もう、言語聴覚士、言語聴覚士 ST、 スピーチテラピスト、テラピスト、もしくはスピーチ、いや、これ、ね、正式ね、スピーチランゲージヒアリングテラピスト、スピーチランゲージヒアリングテラピスト、ね。まあでもスピーチテラピストでもいいんだよね。はい、じゃあこの人はね、ケアプランを作る人で、いろいろ利用者さんの家族とお話ししてる、ケアマネージャーですね。ケアマネージャー、正式な名前は、言い方は、介護支援専門員、介護支援専門員が、まあ普通はケアマネージャーって呼んでます。はい、じゃあこの人はいろいろ料理を考えてます。誰ですか、何て言いますか。はい、栄養士ですね。栄養士、ニュートリシオニスト、はい、栄養士って言います。栄養士。はい、じゃあもっと分かりにくくなりますね。これ、はい、この方はですね、いろいろ施設なんかで家族の人とか、あと、まあ利用者さんも時々ありますけど、相談に応じてます。コンサルテーションしてます。何と言いますか。相談員って言いますね。相談員、ライフコンサルタントソーシャルワーカーライフコンサルタントソーシャルワーカー相談員、生活相談員とかね、相談員って言います。はい、じゃあ施設にいるこのお年寄りの方は何と呼んでます。お客さん、施設にいる高齢者の人、利用者って言いますね。利用者、
英語だとユーザーになるね。じゃあ病院にいる人、全然違うね。患者さんね。はい、病院にいる人は患者、患者。はい、これ行きます。英語だとユーザーって言います。これはペーシェントね。どうしてユーザーというのか、利用者というのか。そう、ユーザーオブザサービスね。ケアサービス、ケアサービスを利用する人だから利用者っていうのね。だから外国だとあまりこういう言い方しないんだろうね。介護保険を使ってサービスを利用している人、利用者。外国だとみんなペーシェントでしょ、ね、ペーシェントじゃないんです。いいですか。はい、うん、会話いきますよ、会話。はい、介護の場面に応じた声かけで生活環境整備、どんな場面かというと、あれさっきも似たような絵がありましたね。今度は持ってるものが違うよね。これ持ってるの、これ何だと思う？掃除機なのね。掃除機、掃除機ね。掃除機を持ってます。あ、ワンさん、そうね。でこれ小林さんでしょ。これ朝じゃないです、昼間、デイタイム。こんな場面でコミュニケーションがありますよ。掃除をする場面です。利用者さんの部屋、利用者ね、利用者さんの部屋。行きますよ、ワンさん。 Excuse me 小林さん、 May I clean your room now? なんて言います？失礼します。失礼します。かっこいいね。失礼します。小林さん、掃除をしてよろしいですか？お掃除してもよろしいですか？掃除をしてよろしいですか？お掃除をしてもよろしいですか？ね、をつけるよね。お掃除してよろしいですか？うん、お願いしますって来たら、ワンさんが May I dispose of the waste? ゴミ？あれ？ちょっと行き過ぎた。May I open the window からね。はい、まず窓を開けます。まずはね、はい、まずは窓を開けて掃除しますよ。だから窓を開けてよろしいですか？はい。でそこで May I dispose of the waste なのね。ゴミを捨ててよろしいですか？うん、お願いします。はい、うん、お願いします。その後ゴミを捨てた後何しますか？窓を開けた、ゴミを捨てた。これから掃除、掃除。 Now I'll clean the table. テーブルを、Now I'll clean the table.
はい、テーブルを拭きますね。で、終わりました。掃除終わりました。ワンさん行きます。 I have finished cleaning your room。 終わりました。掃除が終わりましたよ。お掃除が終わりましたよ。やだね、これ O だね。お掃除が終わりましたよをつけた方がいいですね。お掃除ね。ありがとう。でワンさんが See you またねじゃない。では失礼します。では失礼します。またねは言いません。はい、じゃあ続きになります。今度はもうお仕事をスタートしてから、知っておくべき知らなきゃいけない言葉会話、その辺を勉強していきます。まず体の仕組みです。仕組みです。体の中ありますか皆さん。そうですね。はい、はい、体の中のいろんなパーツ部位、その言葉勉強しましょう。はい、一番頭の中に入ってるのは脳です。脳はブレイン。ノー。じゃあこっちは口ですね。こっちは鼻、鼻口から入って、この2番はここ、ここからこう、こうまっすぐ降りてるチューブみたいなもの、これ何ですか。これ何て言いますか。これ言ってるのはここに言ってるよ。これ、これ咽頭はここです。喉頭がここです。これ食道はこの胃に行ってる方だけど、後ろの方で、白い方が食道でしょ。ほい、トレキア、トレキュー、気管、トレキュー、トレキュー、これね、これ、これテキストがちょっとおかしいんですが、気管がこの部分です。いいですか。トレキア、これ3番がおかしいんですね。3番はこれはここのこと、ここのこと。3番何て言いますか。気管があって、気管から横にこう両方に行ってるの、これ、え、これは気管支、気管支、気管支はブロンキアルチューブ、ブロンキアルチューブ、ブロンキア、ブロンキア、ブロンキアチューブ、気管支。これ絵がおかしいよね。
いいですか、テキストおかしいんだけど、気管はこの長い棒です、ここまでいい。で、気管支がここから分かれたら気管支です。気管支ダメ。はい、じゃあさっき間違ってたこの後ろのこの白い方の道チューブは4番。うん、これ食べ物が通る道、ほらこれ咽頭は喉です。食道食べたものが通る道、食道です。食道、これ難しいよね。イソファガス。あ、よく知ってるね。イソファガス、食道で、はい、両側にあるこれ大きな2つは、はい、はいじゃない、はい、ランあれ先にじゃない、いかない。ちなみにここがいいね、いい。スタマック、胃。じゃあ肺がありますよ、ここに胃がありますよ。じゃあこの間はオレンジ色の何ですか、6番、肝臓ね、肝臓、リバー、肝臓、リバー。はい、じゃあこの辺に2つ、腰に2つあるの、これ何、7番、腰に2つあります。腎臓、キッドニー、腎臓、キッドニー、キッドニー、はい、胃からこの黄色いのぐゆ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 ってなってるの何ですか。胃から下に来てぐゆ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 ってなってるこの内側のこれ黄色いの何ですか。うん、スモールインテスティン、え、小腸でしょ大丈夫ですか。スモールインテスティン、インテスティン、小腸、小腸。じゃあこのでっかいのはピンク色の大腸、カロン、大腸。はい、大腸がカロン。腎臓から、これ腎臓、キッドニーね、腎臓からこうチューブが通ってここに溜まってるタンクみたいなものは何て言いますか。10番、膀胱。10番は膀胱、膀胱はブラダー、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 膀胱、膀胱。はい、じゃあこの大きなこれ大腸ですね。大腸がずっと横行ってまた下行って最後出る手前にここにこううんちのタンクがあります。なんて言います。あ、その前にこう12番、
一番下は血肛門エーヌスエーヌス肛門アヌスエーヌス肛門ここ肛門ねじゃあ肛門の前手前11番膀胱はおしっこたまるところ膀胱10番え肛門の手前にあったの何でしたうんち直腸直腸あら rectum、うん、いいですか行きます。これは脳脳空気が入っていくのが気管気管それからこうやって横に分かれるのが気管支気管支で食べたものが胃に行くチューブは食道食道で空気が最後に行くこの2つは肺肺でっかいでっかいのは肝臓肝臓おしっこを作る2つは腎臓ねでおしっこは最後たまるところが膀胱膀胱はいこれは胃ですね胃胃胃から食べ物がぐじゅぐじゅぐじゅっていくスモールインテスティンのことを小腸小腸その後大きくうんちがこうやって送られるのが大腸大腸大腸ねでうんちがずっと通って最後お尻から出る前に溜まってるところが直腸直腸で最後うんちが出るところが肛門肛門エヌスエヌスエヌスはいいきなり難しくなりましたね覚えましょうねよいしょでこういう体があって利用者さんいろいろね体調が悪くなったり気持ち悪くなったりして訴えてきますで看護師やケアギバーはいろいろ体調をね確認したりします次のページはね体調確認ですかはい体調を確認しますボディコンディションを確認チェックしますはい、体調確認などで使用する言葉、使う言葉ね。一番何て読みますか？吐き気。吐き気。吐き気。ナージア、ナージア、吐き気、
2番は何て読みますか？タン。タン。タンってスピュートム、フレグム、どっち？どっちでもいいね。でもね、テキストはスピュートムになってる。え？フレ、え？H じゃない M フレン PHLEGM フレンタンタン3番は熱テンプレチャーあ熱です熱は、熱は、こっちはフィーバーの、ね、熱がある方ね。フィーバー。熱。熱があります。フィーバー。I have a fever. 熱。はい、4番何と読みますか？咳。一人しか聞こえなかったけど。咳。咳。はい、咳。カフ。カフ。カフ。咳、咳。5番は痛み。これ簡単だね。毎日使う。痛み、ペイン。痛み、ペイン。6番なんて読みますか？かゆみ。英語で？H、H、H、H。はい、7番はなんて読みますか？体温、体温、これがボディテンパラチャーね。体温、体温、体温を測ります。 I take your temperature。 ボディテンテンパラチャー、テンパラチャー、テンパラチャーね。はい、8番は何と呼びますか？脈拍、脈拍、パウス、パウス、脈拍。何？脈拍。脈。脈拍。9番何と読みますか？呼吸。呼吸。ブレス。ブレス。呼吸。はい、10番は何と読みますか？はい、じゃあ体温を何とかしてください。測定。はい、測定。測定、メジャーメント。メジャーメント。テイクメジャー。ね。はい、11番は何と読みますか？体調。ボディコンディション。フィジカルコンディションね。はい、12番は何と読みますか？エクスプレッション、フェイシャルエクスプレッション、何ですか？表情。そう、表情。表情です。表情、表情。フェイシャルエクスプレッション、表情。ねえ、これ表情をしょっちゅう使います、特に記録では。吐き気、ノーズや、タン、スピュートム、もしくはフレン、熱、フィーバー、咳、カフ、痛み、
pain、 かゆみ、 itch、 体温、 body temperature、 脈拍、 pulse、 呼吸、 breath、 測定、 measurement、 体調、 physical condition、表情、facial expression、 expression。 はい、そうですか。よろしいですか。大事な言葉です。ここはうん、表情はい、利用者さんが調子悪いです、その時に出てくる言葉です。体調確認などで使用する言葉。はい、1番何て読みますか。下痢、diarrhea、 下痢、 diarrhea ね、 diarrhea。はい、2番は、便秘、コンスティペーション、便秘、コンスティペーション、便秘。3番は、あ、これよく来てるね。失禁、インコンティネンス、失禁、インコンティネンス、インコンティネンスでいいね、インコンティネンス。はい、4番なんて読みますか。やけど、ブーン、やけど、やけど、バン。5番なんて読みますか。骨折、骨が折れること、骨折、フラクチャー、フラクチャー、骨折。6番なんて読みますか。転倒、フォーリン、転倒、フォーリン。はい、大事な大事な言葉ばっかりです。1番下痢、ダイアリア、2番便秘、コンスティペーション、3番失禁、インコンティネンス、4やけど、ブーン、5骨折、フラクチャー、6転倒、falling、 falling down、 falling。 あ、ちょっと簡単な会話になります。はい、ちょっとコミュニケーションになりますよ。はい、コミュニケーションは介護の場面に応じた声かけで、体温測定、体温測定って何でした。体温を測ることね、 take the temperature ね。こんな場面ですね。はい、アルさんです。アルさん、ケアギバー、ケアプロバイダーで、利用者さんの名前が誰でした。あ、すごいね、あ、書いてる。野村さんです。はい、はい、体温を測る場面です。アルさんが言いました。はい、野村さん。はい、野村さん、失礼します。
はい、アルさん行きます。 I hope I'm not disturbing you 野村さん、なんて言いますかね日本語だと。失礼します。はい、今よろしいです。そうか、野村さん今よろしいですか。ほう、I hope I'm not disturbing you 野村さん。うん、大丈夫だよ。で、アルさんが May I take your temperature now? なんて言います？ May I take your temperature now? はい、これから体温を測りますがよろしいですか。これから体温を測りますね、よろしいですか。こんな感じね。で、うん、お願いします。いい利用者さんですよね。終わりました。体温を測り終えました。ここでアルさんが言いました。 OK で、Your temperature is 36.5 degrees centigrade. How are you feeling? How are you feeling? 具合？あ、まあ、38度ぐらいやったら具合っていうね。36度5分で具合とか言わない。気分ね。そうそうそう、はい終わりましたよ。体温はって言わないよね。はい終わりましたよ、36度5分です。ご気分はいかがですか。大丈夫だよ。アルさん言いました。 Great! I'm glad to hear that. いやそうですか、よかったです。やったじゃない。いいですね、この辺の会話はね。はい、じゃあ今度は体変換の時ね、ボディポジションチェンジの場面になります。はい、移動の介護、体を移動する介護です。この言葉、体位変換、体位変換はポジションチェンジね、ボディポジションチェンジね。さて何て読みますか。はい、仰向け寝てます。仰向け、上向いて寝てます。何て読みますか。行外、行外、行外。はい、じゃあ下向いてうつ伏せって言います。うつ伏せで寝てます。これを専門的に何て言いますか。上向いてるのは仰向け、行外。仰向けは動作ポジション、Lying on the back。 仰向けが Lying on the back、 行外が動作ポジションですか。うつ伏せ、うつ伏せって Lying flat with the chest down。 Lying flatflat with the chest down、 うつ伏せのこと、テクニカルタームで何て言いますか。書いてるよ、何て読みますか。腹外、腹外と言います。腹外、これは英語のテクニカルタームは
prone position. Gyōgai ga dorsal position de fukugai ga prone position. あ、今度横向いてます。横向きになってます。横向き、なんて読みますか？側外ですね。側外です。側外、横向き、サイドライン、側外、テクニカルタームはラテラルポジション。はい、横向き、側外、サイドライン、ラテラルポジション。はい、4番なんて読みますか？体位。体位、体位、ボディポジション。5番は何て読みますか？重心。おう、重心、重心、重心。6番は何て読みますか？座位、座位。はい、4番、体位、ボディポジションね。ボディポジション、重心。重心って何ですか、英語で？Center of gravity です。中心です、中心です。ちょうどこうやってこう、こうバランス取れるところ、Center of gravity、 重心って言います。座位は sitting position。 そうね、座位は sitting position。セッティングポジションね。はい、7番は何と読みますか？立位。立位は立ってるポジション、スタンディングポジション。これ8番難しいでしょ。なんお、すごいね。どういう意味ですか、単材？そう、エッジね、ベッドエッジ。はい、これ難しいですけど、単材って言います。単材、ベッドの端に座ることね。足を垂らして、ベッドの端に座って足を垂らしている状態、腰掛けてる状態、それを単座位って言います。単座位は英語はやめときましょう。Position in which the person sits on the bed with her legs hanging over the side. 説明しかない。でインドネシア語はね、ドゥドゥクテガク。簡単ね。単材、いいですか？単材でベッドの端に座って、 sitting on the bedside hanging the legs down。 はい、9番なんて言いますか？9番、え、あれ嘘嘘観測です。観測。悪い方です。Affected side。Affected side。観測。悪い方です。じゃあこっちは？検測。いい方です。Not affected side。あ、アンアフェクティドサイドね。
affected side。 はい、11番何と読みますか。はい、麻痺。大丈夫ですか。麻痺、パラリシス。何？パラリシス、パラリシス、麻痺です。おい。はい、上向いて寝てるのを普通は仰向けって言いますけど、仕事するときは仰蓋って言います。仰蓋。下向いて寝てるのを普通はうつ伏せって言いますけど、仕事のときは伏蓋と言います。この横向いて寝てる人、寝てる状態、普通は横向きって言いますけど、仕事するときは側蓋と言います。側蓋。このように仰蓋とか伏蓋とか側蓋とか、そういうポジションのことを体位って言います。ボディポジションね。で、人の体の中心、まあ、グラビティの中心ですけども、人の体とかの中心のことを重心って言います。センタルオブグラビティ、重心。重心を移動してケアをするってね、勉強します。ボディメカニクスね。はい、座ってる状態を座位って言います。座位、セッティングポジションで、立ってるポジションのことを立位って言います。スタンディングポジションのことを立位って言います。あと、ベッドの端に座ってることを端座位って言います。端座位。座位は座ってるシッティングポジションですけども、端はベッドのエッジのことです。エッジ、まあサイドですね。端座位と言います。で、麻痺して、例えばこの方、こっちがもし動かないとすると、ここを観測って言います。観測、アフェクティブサイドね。じゃあ、いい方は多分こちらの方がいいんですね。いい方を下にしますから、いい方はアンアフェクティブサイドですけども、サイドですけども、検測と言います。検測で、こうやって動かないことを麻痺、麻痺と言います。麻痺、パラリシス。はい、そういう大事な言葉を勉強しました。はい、じゃあ簡単な会話になります。はい、介護の場面に応じた声かけで、体変換、ボディポジションチェンジの時です。体の向きを変える、利用者さんの部屋。はい、こんな感じですね。野村さんがベッドの上にいます。半分麻痺してるんですね。肩麻痺と言います。で、ワンさんが体位変換、ボディポジションチェンジをこれからするところです。で、コミュニケーション、声かけどうしますか。はい、ワンさん行きますね。いいですか。野村さん、 I'm sorry to disturb you, but how about I assist you to reposition?ありがとうございます。
体の向き、はい、野村さんお休みのところすいません、野村さん失礼します。いいですね。何て言いますか、体の向きを変えましょうかって、体の向きを変えましょうか、もう向き変えてもらわないと野村さんも痛いの分かってるもんね、変えてほしい、はい、体の向きを変えましょうか、ああお願い、ああお願い、そこでワンさんが、I will move your pillow a little. Can you cross your arms? はい、うん、枕を少し動かしますね。 Can you cross your arms? お腹の、これクロスって言うの、うん、手を組んでくれますかって組む、クロスね、はい、手を組めますか、手を組めますか、 Can you cross your arms? うん、はい、で手を組みました。ファンさんがこの絵ね、まず手を組みました、その後何したか、I will bend your knees. Now slowly turn and face this side. This side.、ね、I will bend your knees.、うん、Now slowly turn and face this side.、いいね。はい。膝を曲げますね。ゆっくりこちら側を向きましょうね。ね、向いていただけますか。でね。ゆっくりこちら側を向きましょうね。向いていただけますか。うん。そこで向いてもらいました。動きました。はい、ここね。How is it? Any pain?How is it? Any pain? ね、まあそんな感じね。苦しくありませんか？痛くありませんか？いいですね。どちらでもいいですね。で、大丈夫。終わりました。OK. Sleep well. はい。はい。では、ゆっくりお休みくださいね。はい。いいですね。この辺はね、こんな感じで体変換をしますよ。次、衣服着脱、服の着替えです。衣服の着脱の介護。こんな感じですね。これわかります？どっちから脱ぎますか？脱ぐときは、あの、漫画から。脱ぐときは、あ、こっち。いい方でね。健康。そう、脱健着感。脱健着感。いい方から脱いで、悪い方から着ます。袖を通します。はい、ここでいきますよ。アルさんが野村さんに言いました。野村さん、 How about changing your clothes? 野村さん、服を着替えましょうか。野村さん、着替えをしましょうか。で、うん、そこでアルさんが普通なんね、じゃあ着てじゃないよねWhat do you want to wear today?
What do you want to wear today? 言いました。うん、今日は何を着ますか、着たい服ありますか、いいね、今日は何を着ますか、着たい服はございますか。そうだね、長袖のシャツにしようかな。そこでアルさんが言いました。 OK, how about this one? Is the color OK? 長袖もたくさんあります。Okay, how about this one? Is the color okay? ん？うん、まあ、まずはあれでしょ？そう、すごいね。はい、いいです。わかりました。この色でよろしいですか？ちゃんと聞いてます。何を着たいですか？長袖です。じゃ長袖の中でこっちの方、この色でよろしいですか、すべて野村さんに聞いてます。これなんて言うんだっけ、自己決定ってね、自己決定ね。うん、いいよ。で着てるところでできるところ、今度は自立支援ね、できるところはできるだけやってもらいますよ。で、はい、アルさんが言いました。Can you do the buttons by yourself? ボタンはご自分でできますか？ボタンはご自分でできますか？うん。そこで。Do you feel uncomfortable with any part of your clothes? 長いね。Do you feel uncomfortable with any part of your clothes? Uncomfortable. まあね。きついところはありませんか？きついところはありませんか？もしかね、普通 着心地はどうですかって、その後か、その後でしょ、大丈夫って。でそこで、これも英語ね、難しい。 How do you like what you are wearing?How do you like what you are wearing? ここでこう、着心地はいかがですかね、着心地はいかがですか、いいよ。で最後に必ず言う言葉、 I'm glad to hear that you look good in that shirt. 素敵ですね。はい。そうですね、よかったですね、よかったです、お似合いですよ、はい、素敵ですよ。女性だったら素敵ですよね、男性だからお似合いですよの意味ね。はい、必ずこうやってね、いい言葉で締めくくります、終わりますね。はい、次デイリーコミュニケーションになります。日常のコミュニケーション、日常のコミュニケーション、はい。一番なんて読みますか？はい。報告、レポーティング、報告。二番は？連絡。これ英語だとコンタクティングになってるけどね。インフォーミング、コンタクティング、連絡。3番は相談、コンサルティング、相談。4番は確認、コンファーミング、確認。5番は
こっちのことが聞こえないけど、ね、指導、指導、指導は teaching provide guidance、 まあいろいろあります。6番は何て読みますか？助け助ける言葉、アドバイス、アドバイジング、アドバイジング、助言、助言、助言、あら、助言。はい、7番は、はい、申し送り、申し送りです。これハンドオーバーっていうのね、ハンドオーバー、ハンドオーバー、申し送り。で8番が記録、レコーディング、記録。はい、大事な言葉ばっかりですね。大丈夫ですか？報告、必ずリポートしてください。リポーティング、連絡してください、言ってください。あれ、コンタクティング、もしくはインフォーミングね。相談、相談してください。コンサルティング、コンサルティング、確認してください。コンファーミング、プリーズコンファーム。指導します、ティーチング、もしくはProviding、 あれ、ガイダンス、指導、ガイダンスね、ガイダンス。はい、助言、アドバイジング、助言する、ギブアドバイス。申し送り、これ大事なの、申し送り、ハンドオーバー、ハンドオーバー、ハンドオーバー、申し送りで、記録がレコーディング、レコーディング。はい、報告、連絡、相談、リポーティング、コンタクティング、コンサルティング、必ずしなきゃいけないよという言葉、大事な言葉だね。はい、じゃあ寝る前に声かけしますよ。次はいいですか？利用者さんが寝る前の声かけ、早く寝なさいって。はい、介護の場面に応じた声かけで、寝る前の声かけです。どんな感じ？こんな感じ。これね、カンフォートだからね、いいですか？出てくるんです。ラウンジにいます。寝る前の声かけ、ラウンジ、ラウンジにいます。ワンさんがいました。あ、小林さんが利用者さんね。で、ワンさんが、なんていうの？もう寝る時間ですよっていうの？小林さん、Let's go back to your room. It's about time. うん。そうね、いいね。そろそろって大事ね。これね、about time。小林さん、そろそろお部屋に戻りませんか？うん、そうね。優しいね。嫌だって言ったら？で、はい、部屋の中に来ました。いきますよ。ワンさんが、はい、小林さんは言ったんだ。Do you want to lie down on your bed? 小林さん、横になりましょうか。そうね、 Why don't you ね、ベッドに横になりましょうか。
横になりませんか、ベッドに横になりましょうか、うん、でワンさんがこれですよI'll put the comforter over you はい、布団をかけますね、布団をかけますね、うん、でワンさんが If you need assistance, just press the nurse call button. そうですね。何かあればナースコールを押してくださいね。うん、ありがとう。で、ワンさんが Good night, sleep well. はい、おやすみなさい。おやすみ。本当優しいよね、このワンさん。みんなもそうですかね。報告連絡相談になります。はい、場面に応じた声かけで報告連絡相談になります。ナースコールが鳴った時、職員の部屋。ナースコールが鳴った場面です。どんな感じ？あ、これ野村さんだね。野村さんがナースコールしてきたんだね。で、今度はエレンさん。エレンさんがナースコールを取ってます。ナースコールが鳴ったとき、はい、ナースコールが鳴っている。ナースコールどんな音？ピー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 ？ブルブル？電話、普通の電話の。そうそう、違う、電話機が。プルルルとかになってる。あれ、あの、ミュートしてない。マナーモードとか言って。はい、ナースコールが鳴りました。鈴木さん、鈴木さんってこれスタッフ、まあ同僚職員ね。エレンさん、ナースコールに出てください。エレンさんが入って、でナースコールに出て、相手は野村さんね。普通なんて言いますか。野村さん、 This is a care provider. How may I help you?はい、野村さんどうなさいましたか。野村さんどうしましたか。いいですね。野村さんがちょっと気分が悪いんですがって言ったら、エレンさんは OK, I'll be in your room in a minute. はい、わかりました、今行きます。でもいいよね。まあ OK, OK で大丈夫、大丈夫です。はい、でそこに同僚に言ってくるよね。鈴木さん、野村さん says he's feeling sick. I'll go to his room. 野村さんの場合は、はい。鈴木さん、野村さんが気分が悪いと言っています。ちょっと部屋へ行ってきます。まあいいですね。はい、わかりました、お願いします。はい、ちゃんとナースコールが鳴って部屋に行くときに、必ずそこの同僚コーワーカーに言っていかなきゃいけないです。ですよね、黙って行っちゃダメです。はい、次が朝の申し送り、スタッフルーム。朝の申し送りの時です。職員の部屋で、鈴木さん、これはコーワーカーね、先輩ね、リーダーでは申し送りを始めます、よろしくお願いします。でホアンさんもよろしくお願いします。でこの後申し送りになります。鈴木さん、リーダーが申し送ります。そこでホアンさんがどう言うか。
いきますよ。鈴木さんの猛食理、これ日本語で言います。ここよ、これ鈴木さんね。でこれはホアンさん、これは D だね。ここ真剣よ、真剣にメモしなきゃいけないでしょはい、じゃあ鈴木さんが言ってますよ。なんていうか、きれ、昨日の夜小林さんが背中をかゆがっていたので入浴の時に様子を見てください。ファンさん、なんて言います？わかりました必ず大事なことはリピートしてください。何が分かったか分からないでしょ、はい、昨日の夜小林さんが背中をかゆがっていたので入浴の時に様子を見てくださいという申し送り。それに対してホアンさんは、はい分かりましただけじゃダメです。必ず確認のために大事なポイントはリピートします。はい、なんで背中をかゆがっていたんですね、分かりました。これを、これ皆さんもそうよ、確実にこれ言わないと、言ったはずなのに分かったって言ったでしょって言うんですよこれ入カマーの人にはね、こうやってね指導するのね、あ、そういう、そういうことだね分かりました、はい、お願いします、はいそうだね怒られちゃうよねそれはパワハラとも言うよね、怒られたらね、こっち真剣なのにはい、もうすぐ終わりです、よかった。はい、レクリエーションでいろんな日本でね、日本の施設のレクリエーションで使うものがあります。これは何と言いますか、はい、これは英語では違うでしょ、カラオケでしょいや、これしかないよ、カラオケが英語になってるね、カラオケカラオケ、はい、じゃあこれは日本語で何て言いますか、トランプ、アメリカ大統領トランプ、トランプ、トランプ、トランプって言いますね、カード、これ分かりますか、これ難しい、お姫様、お姫様とかお坊さんとかお殿様がの絵があって、ここにこう歌があるね、歌、リリックっていうの、歌、あのこうするんでしょ、そうそうそう、ピシッピシッって、あれ知らない、あら、じゃあ来週の火曜日は何とかしましょうねって言ったら分かる、お姫様みたいに言ってるんです、100人一首っていうんです、これ100人一首、百人一首、そう、これ100枚あるんだよね、100枚、100人のお坊さんとかお殿様とかお姫様があるね、でこっちを読んでこっちを取るのね、百人一首、百人一首、はい、100 persons each poem、 ポエム、一人一人一つだけ歌を読む、はい、じゃあ4番は、そう、麻雀、麻雀じゃない、麻雀、英語だと麻雀麻雀って、こういう感じになります、麻雀、麻雀
麻雀で、これ字を書くのは何て言いますか、これ墨で綺麗に字を書くのは デクレーションでするでしょ時々ね。なんとキャリグラフィー習字、お習字、はい、カラオケはカラオケ、カラオケしかない。トランプがプレインカードね。百人一首、これはないです。百人一首A traditional Japanese card game 百人一首、これえマージョンマージョンマージョンマージャン、習字、カリグラフィー、カリグラフィー、お習字、習字、筆で書きますね。ラスト、ラスト、はい、最後になります。あれ？もう少しあった。あと2つね。はい、スタッフルームにいろんなものがありますよ。職員さんの部屋にいろんなものがあります。お菓子。あれ？書いてない。はい、何と言いますか？記録ファイル。記録はレコーディングね。はい。その次は何て言いますか、これは何て言いますか、2番、え、そのレコーディングファイルをそこのに置いといて、入れといて、棚、シェルフ、棚で、その棚にこれかけてください。何て言いますか、3番、鍵、鍵、そうです、鍵をかけといてください。はい、皆さんちゃんとこれつけてますか。4番何て読みますか。名札、ネームプレートね、ネームタグ、ネームタグ、タグ、はい、よいしょ。はい、レコーディングファイル、記録ファイル、棚、シェルフ、鍵、キー、ジャベ名札、ネーム、タグ、タグ。5番はこれ何？ AED ね、 AED はそのまま AED。 最後シフトです。皆さんのシフト関係、お仕事のシフト関係いきますよ。シフトはワーキングシフトね。はい、2番何と言いますか。日勤、日勤、デイシフト、デイシフト。3番は夜勤、夜勤、ナイトシフト。4番は遅番、遅番、え、レイトシフトね。5番は早番、早番、アーリーシフト。6番何と言いますか。有給、有給、有給休暇、有給休暇、これペイドホリデーね。7番は高級、おお、使うのね、高級、リーガルホリデー。8番は大倉さん、違うか遅刻、遅く来ること、遅刻
はい、9番は何て言いますか。早く帰ること、うん、早退って言います。早退。10番はまたあなた。違います。欠勤。欠勤。仕事を休むことを欠勤。11番は病気でしょ。欠勤。病気で欠勤すること、病欠。病欠。シフト。シフト。ワーキングシフト。日勤。デイシフト。夜勤。ナイトシフト。遅番。レイトシフト。早番。アーリーシフト。有給休暇。ペイドホリデー。ホリデーズ。高級。リーガルホリデー。ホリデーズ。遅刻。being late to study and to work ね。to work 早退。 leaving early leaving early from work。 早退。早退。欠勤。 absence。 absence from work。 欠勤。病欠。Sickness absence。 本当そういうのかね。はい、この辺は使いますよね、仕事するときにね。はい、シフト関係でした。以上になります。お疲れ様です。はい、はい、さっきちょっと英語で間違いがありましたのでね、この欠勤はアブセンス、シーですね。アブセンス、シーですね。で、病欠がシックネス、あ、ディジーズ、え、シックネスアブセンスね。シックネスアブセンス、SE ですね。はい、このように訂正しておきます。 C、 アブセンス、sickness absence、 CE ですね。はい、以上です。訂正しました。